結構うちの巻商店街って広いんですね。そうですね、広く長くですね、うん、まあそして今商店街で一番若いお店になっております。はい、こちらがナオズベースさんっていうですね、自転車のお店なんですけども、ニューフェイス、ニューフェイスでございます。無類の自転車ファンと。そうですね、いうことで、はい、こんなこと言うのなんですけども、今村坂道と言われておりますナオさんといえばね、阿蘇をはじめいろんなイベントの司会やそのパフォーマーとしても、はいはい、有名ですが、はい、かっこいい自転車並んでますね。はい、ありがとうございますあの地震の時にはお店はどうだったですか？まあ、自転車は全部もう横倒しで全部倒れてたんですけれども、まあ僕が使ってる自転車だけは立ってましたやはりそこは自転車も分かってた、はい、はい、さすが僕の自転車ですね、はい、あのお店始められて今どれぐらい形も、1年半ぐらいですかね、去年の10月にオープンしたので、うんうんうん、はい、もう一般の方もなんかね、本格的な自転車が並んでてこう大丈夫なのかなって思っちゃいますが。そうなんですよ、結構マニアックなスポーティーな自転車ばっかりなんですけども、はい、僕実はママチャリとかが大得意なので、はい、はい、もう全然ママチャリとか地元の方が乗ってらっしゃるママチャリとかを修理はもう全然 OK なので、もう気軽に、ちょっと入ってきづらいような雰囲気かもしれないですけど、いいいいいい、もうバンバン持ってきてもらいたいですね。はい、子供用の自転車から三輪車も、うん、それからお年寄りの、車椅子の修理もできますし。そうなんですね、はい、じゃあもう車輪がついてるものは何でも持ってきてと。はい、何でも大丈夫です。幼稚園の遊具なんかも、はい、修理できますんで。あ、そうなんですね。はい、ね、保育園幼稚園いっぱいあるので、はいはい、じゃあ最後にお店の PR お願いします、はい、まだ新しい自転車屋さんなんですけれども、地域に根付いた、自転車屋さんになっていければなと思って頑張っておりますので、皆さん、パンク修理から、通勤通学のママチャリ何でも、取り扱っておりますので遊びに来てください。はい、はい、ありがとうございました、はい、すいません突然お邪魔しました。うちの巻温泉街繁栄会のコミュニティスペースアート地があるビルには、オイルマッサージとリンパドレナージュのお店ママの手さんや、まつげエクステ専門店サロン EY さんが入っています。こちらは本格四川料理を提供する正山さん、赤牛を使った麻婆豆腐が自慢です。こちら岡本酒店さんでは、現在この阿蘇神社復興支援プロジェクトのホタル丸サイダーがね、このように並んでますが、かなり注文の方多い。そうですね、おかげさまで一応ネットの方の注文を今中心で、うん、運送は皆さん宅急便の方で準備してます、うん、はい、こちら特にお酒屋さんということでね、瓶がいっぱい並んでますが、はい、地震の時はお店の様子はどうだったですか？そうですね、やっぱり壁の部分の瓶関係とか、うん、奥にワインセラーがあるんですけど、はい、そこはもう床一面もう割れて、うん、もう、はい、落ちて、そういった状態でした。じゃあもうかなりの損害というか。そうですね、ちょっと金額的でもちょっと分からないですけど、うん、結構割れましたですね、やっぱり、うん、はい、やっぱり徐々にこう戻ってきてますか、お客さんというか売り上げとか。やっぱり配達がすごい少ないですね、やっぱり。でもまあこのホタル丸サイダーの反響といいますか、どうですか。頑張っていかなくちゃいけないっていうのが先にあるんで、やはり皆さんにご協力いただくのと、うん、はい、そちらの方で一生懸命お答えしたいと思います、うん、はい、すいません、どうもありがとうございました。こちらは明治32年創業の松谷文化堂さんです。地元から長年愛される文房具店です。ここ内の巻商店街からは外輪山の傷ついた姿も見ることができます。地震発生から1ヶ月が経ちましたが、内の巻商店街では以前と変わらず営業を続けているお店がほとんどです。ぜひ皆さん内の巻商店街に遊びに来てください。